Into the heat of battle. Go for it. さあ画面は15位向きとなりましたが、 SA はギガスとカスミスタグ、お互いじりじりした組み合わせ、バム、おー、しっかりくぐって、しかも EX 区内のおまけ付き、徹底したディフェンスムーブ、わっバゴンと当たりましたね。さあ、しかし、あーでも中盤、あいうちゃいけえな、はい、中継フードがたくさん見えてよかったです。このキャラはねよく勝てるよね。俺もなんで勝てるか分かんねえんだ。さあ、スラが入って、コパンコパンコパン、バム、今度は下がる、まあそうよね、チュアシー、うーん、なんだそれ、どうする、チュアシー、ここでカスミで、今難しい、どっちだったの、残ったような気もするが、ただガードして有利だったら息吹に逃げられちゃうので、もうブロールしかなかったっていう状況でもあったかもしれません。難しい、かなりね削り切りに関しては際どいところでした。うーずらしてきた、今度は逆側、スラ先端は確定か、これは確か、多分そうよね、当たってる、うさあ今度は息吹が行くしかない、ちょっとごめんなさい、フレームが怪しいけど、確かにスラ当たっても確定、あれ、ああいった、リープ、ちょっと後で聞きましょう、これガードなら全然いいんですけど、当たっといてるからちょっとわからん、しかも先端気味だったし、うん、クラウチダメージアップリードするな、しゃがみぐらいはな、しゃがみに投げにはしゃがみぐらいはさすがに適用されないと思います。登りブロック投げて、あーバックジャンプくない、霞が逃げじゃるってのがいいっすね、前、いや早尾を翻弄し続けて勝利は目前、なんだ霞がけ判定引っかかるので変な感じのよく起きますね。ガードしてまだ残る、前ジャンプ、徹底しきりました、お見事。